ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ナッピーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。今日もふなぴー、シマパと行ってまいりました。今回は気痩せテクニックエキスパートの岡田ゆりさんの新作の商品購入してまいりました。はいはい、こちらですね。綺麗めな感じのプローバーですね。はい、なんか真っ黒ってね、分かりづらいんですけど、はい、こちら商品名 OKY サテンドルマン BL。 OKY って何でしょうかね。お前がここに来てやってみろっていう意味なんですかね。いやいや違いますね、岡田ゆりさんの名前を取ってるんですね。はい、サイズが 3L でございます。お色は中黒ね、綺麗なブラックでございますよ。他にもブルーがございました。お値段は1419円、商品番号は5720803、素材はポリエステル 100% でございます。岡田ゆりさんがよくドルマンを出してくれておりますが、今回もドルマンプルオーバーでございます。でもただのプルオーバーではないのがこちらのドルマンプルオーバーでございます。岡田ゆりさんの着痩せのポイントがございますので、ここ辺ですかね、出ますので、そちらをご覧になってください。ふなぴーはそこを深掘りして紹介したいと思います。生地は落ち感のある、横に細かい凹凸のある生地となっております。ストレッチ性もあり、シャリ感のあるサラッとした肌触りに、透け感はこんな感じ、あんまり気にならない感じですけれどもね、ちょっとふなっぴーとしてはキャミソールを着用したいかなっていった感じですね。はい、程よいゆとりある身幅に、丈は腰回りが隠れる丈となっております。前身頃は斜めのラインが入ってすっきり見えます。そして後ろ身頃はこちらですね、4つのタックが入っていて、自然にくびれを作ってくれる後ろ身頃になってるんですね。このように後ろも前もすっきり見えるドルマンなんでございますね。はあ、肩がきた。ネックラインは広めのクルーネックで、お顔周りもすっきり見えます。後ろはツヤ感のあるコロンとしたろうそくのボタンに、深めに開けたループボタンになっております。綺麗めな印象にも見えますよね。ループボタンでも安心してください。このままスポッと頭が入ります。アームホールはゆったりしていて、袖口になると細くなっていくドルマン袖で、二の腕や背中の気になるお肉もカバーしてくれます。袖口は細かいギャザーの寄ったカフスに同色のボタンが1つついております。ドルマン袖で腕を華奢に見せてくれますね。といった具合でコーディネートしてみたいと思います。ボトムスは星玲奈さんのロングデニムスカートと、靴はムムさんの厚底スニーカー、持ってるバッグはムムさんのパイソン柄のショルダーバッグで、モノマネコーデをしてみました。はい、といった具合でね、はい、こちらのプルオーバーね、結構ね、こうストンと落ち感のある生地で、ふわっとね広がらないのもいいと思いました。サラッとした肌触りで、袖通しもとても良かったですよ。透け感が気になっていましたけれども、キャミソール着なくても
そんなにね、透け感は気にならなかったですね。着用してみて分かりました。そして前身頃のこの斜めのラインと後ろのタックでキュッとね、引き締められて細見え効果もバッチリございますね。なのに身幅はこんな感じでね、たっぷりあるんですよ。丈もしっかりね、腰回りが隠れるぐらいの丈となっております。ヒップもね、そこそこ隠れるんじゃないですか。長めのね、丈になってますからね、こんな感じでね、はい。そしてドルマン袖で気になる二の腕も気になりません。ふわっとした感じがいいですよね。しかもそんなにね、脇がすぐドルマン袖って言った感じじゃないので、ジャケットを着用してもすぐね、袖が通せるのも良かったと思います。お袖の長さはこんな感じですね。親指の付け根がちょっと隠れるかなっていった感じの長さとなっております。で、ゴムじゃないんでちょっと上に上げてみましょうか。こんな感じ、肘のちょい下ぐらいまでで止まりますね。でもこれ落ちちゃうんじゃないの。大丈夫、プル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 、あ、なんか落ちない感じですね。大丈夫みたい。本当にね、このタックがいいお仕事をしてますね。すっきり見えますよね。では次行ってみましょう。ボトムスは星玲奈さんのスエード調タイトスカートで、靴はミヤフルプチプラヤさんのチェーンパンプスとコーデしてみました。ちょっとこのままだとね、なんかのっぴりしちゃいますよね。なんでちょっとブランチングしてみましょう。前だけね、ちょっとブランチングしてみようかな。はい、こんな感じでふわっと前だけブランチングしてみました。でもちょっとおかしいんですよ。ほら、タックがあるから後ろがね、ちょっと引きつっちゃってて、ちょっと後ろ姿がおかしいですよね。こういう時は真ん中だけちょっとブランディングしてみましょう。そしたら後ろも横もこんな感じですっきり見えますよね。はい、次行ってみましょう。ボトムスはフラッシュブルーのセンタータックのグリーンのパンツ、そして持ってるバッグはディアフルプチプラヤさんのクロコ柄バッグでコーデしてみました。胸元がちょっと寂しかったんでマンテルネックレスをアクセントにしてみました。黒とグリーンと合わせるとちょっとフレッシュで新鮮な感じがしますよね。これからの季節、こういったコーデもおすすめです。はい、次行ってみましょう。ボトムスはテラさんのテラウェア M の花柄のクリンクルスカートとコーデしてみました。やっぱりね、黒とのコーデは絶対やりたいやつでございます。一番好きなコーデって言ってもおかしくないですね。フナピーとしてはスカートも合いますけど、やっぱりパンツにも合いますよね。ちょっと待っててください。はい、こんな感じでね、今度はボトムスは HK ワークスロンドンのグレンチェックとコーデしてみました。やっぱりね、パンツとも合いますね。
では次行きましょう。ボトムスはクローゼットのプリーツスカートとコーデしてみました。胸元にあるネックレスはポシレーナさんのネックレスですね。ネックレスのベージュの色とスカートのベージュをリンクさせてコーデを作ってみました。黒とベージュを合わせると大人女子の落ち着いた感じのコーデになると思います。はい、これでうなぴーの島パト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。